はい、え、そう嘘でしょ。ピザ青木対決です。ナミさん、違います。何でしょう。ピザじゃなくてピッツァです。サンドイッチマンか、おせー。今回はですね、ピッツァを5枚で用意しまして、大輝とカーボンに対決してまいります。ピザ5枚は打ち上げじゃ。これお二人でしょ。腹いっぱいやろ、うん、だってなかなか。でも今回結構いろいろな味があるんで、まあそうやね、いい勝負になるんじゃないかなと、よー思います。言っとくけど今日は残りません。残りません。残さないでいいよ。あ、残さないでいいとか言って、食べていいよ、食べて。今日は本当に本当にいい。食いな食いな。いや、食いな。はい、ということで、はい、早速やっていきましょう。あっという間にやっていきましょう。やっていく。記念すべき1枚目、僕はこの明太もちチーズ、これいいよ、いいよ。あ、そっか、明太子嫌いなんだ。いやー、それしか食うな。おぉ、はい、お前ピザ似合うな。アメリカのデブやないか。ちょ、アメリカ行こうぜ。よう分からん。やっぱりね、ピザといえばね、もうトマトなんですよね。いただきます。汚な、お前。あー、イタリア行こう。今いい。大輝は一本完食。あー、待て、うまっ。あー、すごい、こんな間近で見たことない、ピザ。サファリパークみたいな感じで。今完食やで。今終わりました。早いな。こうやって1個で何個あんの。多分8枚だと思う。20枚食べたら8と。3枚完食。まあ大輝は前回ね、負けたからね、もうしょうもねえと思ってるから大輝。のりさん、え、今日はひどいっす。口の周り、タバスコバーつき。鼻水出ます。今日なんかね、食べれないんですよね。はい、ダボさん負けー。ありがとうございました。ザリガニっているじゃん、うん、ザリガニってさ、ここに穴あるのわかる。ちょっとわかんないけどね。親戚親戚ここにあえて砂利を入れるんですよね。ここに砂利がない状態だとなんかね、なんかああってなんかちょっと挙動ってなるらしい。何の話やねん。2枚貸し食う。6枚終わる。はい、3枚貸し食う。今日なんか、はい、いい帽子かぶってるね、これね。いい、あ、そうそうそう、これね、リスナーさんいただいたね。俺もね、リスナーさんにいただいたこの帽子をね。それ俺らなんだよ。マジでこれバレンシアガじゃん。他かぶってもいいから、これだけマジやめろ。ああ、15分以上経ってんのに一つも気づかない、お前もう捨てろそれ。ずっとかぶってない、ずっとかぶってお前もかぶってんじゃんか、お前。これなんでかぶってんだ、お前もこれ。でもそれ気づかないよ、お前。やっぱりバレンシアガの謝り方って。誠に申し訳ございません。シアガ、それがつまんないこと言ってる間、俺はもうこれ1枚終わってるから。おお、はい、ありがとうございます。8枚完食ですね。はい。お前どこの音鳴ってんの。取りついて、ここにある骨が脂肪で押しつぶされて、骨が前で出てる、多分。デブやね。ちなみに今何キロ、お前。105度。さっき出てんの、お前。運動はしようと思って昨日ちょっと走り行ったんですよね。次の日起きるじゃん、もうバッキバキ。もうね、この大食い企画でね、お前は確実に太ったよ、うん、お前確実に太ってないな。俺全然太ってない。なんですか。俺むしろ久々に友達とかやったら痩せたって言われて。ピザ11個。7枚目どんだけ噛んでんだ。12完食。はい、はい、はい、はい。ああ、ちょっとあれだな、食いすぎだな。やめな、そういうの。大食いなんだ。どうやったらそんな早く食えるんですか。これリアルに喉カピアクしない。お前一気飲みするじゃん。ほんで飲むときさ、喉開けるし。いや、その感覚。いや、こぶつやん。一回やってみる。あわーって。そうだ、俺もう体ちょっとやばいかもしれないわ。なんで。どうした。なんか体勢変えたい、今。うん、今くるぶしから腹筋の疲れで出てきた。は、え、くるぶしから出すの。いや、髪の毛から出すの、頭から出してみたい。くるぶしから徹子かもしれない。はい、じゃあ13割。8枚目完食。じゃあこれ1個俺はある。2人の前で置いた。お前明太子嫌いよな。で、俺はピザの1枚の種類のカロリーを俺知ってるわけで、一番胃もたれくるのが僕が渡したトマトチーズ。あれ、俺が今食ってるよ。あ、これや。なんだこれ。中にハラミがあるんだけど、それが分厚いのよ。ちょっと待って、ハラミ、サラミだ。サラミ。やられてる。それはお前は今食ってるからな。2、3、4なにでございます。うわ、おお、おお、どうしたの。あ、よし、いいと。胃もたれするから。あ、胃もたれする。胃もたれするけど、それそれ、めっちゃ胃もたれするけど。おいおいおい、何やってんだよ、おめえ。もういいかな。え、もう俺いいかなっていう。はい、多忙さんです。マッチマッチマッチ。
10万円貸してくれ。さっき俺作戦あるって言ったじゃん。はい、二個食いしようとしたんだけど、もう無理だ。その作戦スカートバクらせてもらうよ。違います、まずやり方が違います。じゃあこれでこれで2枚目かけたらこれで、まあ、マジで舐めんね。僕はもうラスト1枚です。うわ、はい、900万終わり。終わらせました、2箱。えこれ。はい、いいよ、気持ち悪いよ、もう。最悪や。で、あと一つあるんですよ、今もう共演がふざけ始めた。そういう時の多分マジで弱いから。これ作戦、作戦というより弱点だね。よし、頑張ってください。大丈夫。じゃあ俺はサボを応援してあげるよ。 お前が元気になれる歌を。来た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 。さあ立ち上がれ、髪の毛たちよ、スカルフでいて頭皮に優しく仕上がれる。対抗するわ。おー、いけいけ。さあ、はい、12枚目。17、最悪だな、おい。まず3枚食ったら終わりだけど、一応これ私もね、はい。なんだろうね、これね。アヒージョじゃない。あ、めっちゃうまそうやん、それ。まだチーズじゃないから、お前食えるかも。え、ガチだ、これチーズ使ってないよ。見て、うわ、きったやばい、食事です。ケキカチル、リモ16万の完食、強調。俺はもう爆食いですかね。お、ペース上げてきたね。16万の完食、おい、疑惑。え、だってもう今同点、今16で。これターボの分。え、それ俺の分。これお前の分。え、食べるよ、いいよ。え、お前は一つミスを犯していたようだな。な、何？小島が食いすぎたせいで今あと3枚だと思っていたはずだ。こいつ今ここにピザあって、あと2つだから俺はちょっと余裕を感じていたのに。だがそれは違った。こっちのペースに惑わされたようだな。なんだぞ。むしろ俺が一口かじればいいんだもん。かじらせるかよ。ラスト一口だ。ジュイーン。トゥ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 。あ、通った。おい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 、はい、と出たな、妖怪ピザーラ。お前がピザにしてやろう、声ちっさ。トゥトゥルルルルルル、妖怪ランド、妖怪ランド。なんだこれ、なんだこの大食いは。新しいパターンすぎる。僕はもうこの1枚を手に取った。大輝交渉か。やっぱり、いや、なんかまあ交渉するわけではないんだけど、まあ、さっきも言ったけどさ、体重105キロなわけじゃんか。こんなピザなんてコレステロールの塊だと思うんだよね。で、やっぱランニングとかもして最近ダイエット頑張ってると、こんなもん食ったらそれ全て水の泡だぞ。交渉や、これは。そんな俺のことを考えてくれてたのか。お前バカだな。ここでお前大食いチャンピオンになってしまったら、みんなからね、あ、大輝ってやっぱ食えるんだってなってさ、どん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 デブになってしまうと、それは良くない。でもその分運動すればいいんじゃないか。違う。お前105キロの状態でお前運動なんかしたら体が悲鳴を上げてしまう。でも昨日ちゃんとできたぞ。負けた。21個完食、大輝の勝利。アドバルスイさん、今すごいわ、めちゃくちゃすごい。でも今回はね、21対19、いい勝負だったんじゃないですか。何その上から目線。負けたんだよお前。負けてるのかな俺、負けてるよ。だって俺この後エアロビクスできる。もうエアロビクスできる。エアロビクス気持ち悪すぎて。ちなみにターボさん、僕とターボって今までこう大食いしてきたじゃないですか。何勝何敗か知ってますか。ピザ僕勝ちまして、はい、それ含めまして15戦、ターボが8勝7敗お、僕が7勝8敗でございます。あら、あれ次で五分か、勝ったら離されるか。何このキングダムみたいな戦い。はい、ということで、今回も2人すごいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。よろしく。それでは次回の大食い対決でお会いしましょう。バイバイバイビー。